皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルでは iPad を使って背景や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、前回に引き続き Adobe Fresco で描く背景イラストをやっていきたいと思います。前回は線画ありの背景イラスト、このピクセルブラシというものを使って、あとこの投げ縄ツールを使って作画をしていきましたが、今回はですね、この Adobe Fresco の特徴でもあるこのライブブラシを使って背景イラストを描いていきたいと思います。今回描いたのはこういうですね、今映っているのが参考のイラストになるんですが、これはですね、ライブブラシの油彩で描いております。例えばですね、こうアップにするとわかりやすいんですが、このタッチ、油彩のようなタッチがですね、こう残っているようなイラストを描くことができます。これを使ってちょっとボリューム感のあるですねイラストの描き方を紹介していきたいと思います。まずはレイヤーの仕組みをちょっと見ていきましょう。こういう形になっているんですが、今回レイヤーは6枚かなになっております。あんまりですねレイヤーを分けなくてもいいブラシになっていますので、そうですね、下の方の絵の具と混ざり合っていい感じの雰囲気を出せますので、まあ、そこまでですね、レイヤーを分けなくてもいいです。最後の仕上げでちょっとだけこんな感じですね、分けているというような形になっております。それではですね、この油彩のライブブラシの使い方を紹介していきたいと思います。油彩のライブブラシはですね、そんなに数がないんですね。この油彩、ここにあるだけ、7個だけですね、になります。で、平筆と丸筆と厚塗りとってあるんですが、まあ、大きいのはですね、丸筆とかで大きめにしてですね、塗っていってあげるといい感じになります。で、まず奥から塗っていきましょう。奥から塗っていくときにですね、もう油絵なんで、もう上にね、こう重ねていくと、それだけでね、いい感じの、もう塗りつぶしとかができるんで、もうバーッと塗っていってあげます。で、上の方とかには少し、濃いめの青を置いてあげて、こういう感じで分けてあげて、あとはですね、軽いストロークでこう、カチ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 、カサ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 書いてあげると、ここがいい感じで混ざり合っていきますので、まあ、この辺の混ざり合いを使いながら、こうやって書いてあげます。で、ここにですね、絵の具の混ざり方という設定があります。これは油彩の時に出てくるものなんですが、この混ざり方をプラスしてあげると、この下の色とですね、新しく塗った色で、こういう感じで今綺麗に混ざり始めたのがわかるでしょうか。で、こんな感じで、いい感じで混ざっていっているので、まあ、このような軽いタッチでね、こう、ぐるぐる描いてあげると、こんな感じでグラデーションを描くことができます。なので、絵の具をね、こう置いて、それをキャンバス上で混ぜていくような形になりますね。で、あとは、奥の方にこういう感じで。今回はちょっと草原を描いてみましょうか。草原をね、描く場合は、こう緑を置いてあげて、これも奥の方の色がもう混ざっていくので、この縁の部分ですね。縁の部分とかを塗るだけで、この雲、空と、緑の色が混ざっていきますので、これだけで簡単にグラデーションが綺麗に描くことができます。あとはこの手前の方ですね。手前の方はもう少し濃ゆくしてあげようかなとか、いう色を考えてあげると、ちょっと暗めとかね、入れてあげたりすると、こんな感じですね。で、あとはちょっとね、こう、カチカチ塗っていってあげると、いい感じのグラデーションがかかっていきますので、まあ、こういう感じでグラデーションをつけていってあげて、あとはこの設計ですね。どういう感じにしようかなっていう設計を考えてあげます。ちょっとこう山になっている部分とかを入れてあげたりすると面白いかもしれないですね。で、奥の方はやはりですね、少し色味を抑えてあげたり、明るく描いてあげたりすると、いい感じですね。なりますので、まあ、色味をうまく抑えながら描いていってあげましょう。で、筆圧を薄く描くことでですね、こう、絵の具を伸ばすことができますので、こう、絵の具を伸ばしつつ、ちょっと違う色ですね、こう入れてあげたりとか、しながらですね、
ちょっと書いていただきましょう。今回書いてるんですが、ソーゲームタッチですね。ソーゲームタッチはですね、この油彩の厚塗りというものを使ってあげると、結構簡単に書くことができます。こう、タッチを入れるとですね、こんな感じでグラスのタッチ、そのまま出てくるので、これを利用して、こう、こういう感じのトントンというタッチをこうやって入れてあげると、ちょっと草っぽい感じはですね、書くことができます。あとはもう、ここのブラシのサイズを調整したり、カラーをですね、調整したりしてあげて、ちょっと草原っぽい感じですね、を入れていってあげましょう。で、手前の方はちょっと大きめのタッチを入れてあげると、遠近感が出てね、いい感じになりますので、まあ、その辺の遠近感を考えながら、奥の方はちょっとちっちゃめのタッチをこうやって入れていってあげると、いう感じで書いてあげると、ちょっとずつ遠近感が出てきます。まあ、こんな感じで、ある程度の下地を書いたんですね。あとは、まあ、どういう感じの設計をしようかなっていうのを考えないといけないんですが、ここでレイヤーを分けてあげる方が、まあ、本当ですね、もう1枚で、アナログのタッチみたいな感じで1枚で書くのも全然いいんですが、1枚で書くとこの後ろの空ともですね、調整するのがちょっとしにくくなってしまうので、まあ、せっかくデジタルのね、良さがあるので、デジタルの良さを活かして、ここはレイヤーを増やして、でちょっと書いてあげましょう。で、例えばこういう木を描いていってあげたりする場合もですね、まあ、ちょっと木のイメージをこう描いて、まあ、どういう木にしようかなっていうのを考えながらですね、こう線を生やして、枝を生やしていってあげて、で、この枝をですね、描いた後は、あとはちょっと暗めの影になっている部分から少し入れていってあげて、ここの葉っぱの入れ方はですね、ちょっと大きめにしてこういうタッチを入れてあげると、もう葉っぱのようなランダム感というか、形が出ますので、もうそれを使いながらですね、こう入れていってあげるといいです。今回ですね、タッチがトントン入れてるので、揺れてるかもしれませんが、ちょっとですね、ご了承ください。こんな感じで暗い部分を入れた後に、明るい部分ですね。明るい部分を入れてあげましょう。いらない部分はですね、後から青、うまく青をもう一回こう入れたりして、ちょっと透かしてあげたりしてあげると、いい感じになりますね。あとはハイライト。ちょっと明る、もうちょっと明るめの色をちっちゃい。で、こうやって入れていってあげると、塊としてですね、この辺を捉えてあげましょう。で、少し、ここの幹の部分もですね、明るい色を入れてあげたりすると、光が落ちてる感じが、入りやすい、わかりやすいですね。で、もう少し暗い部分を意図的に作ってあげたり、こんな感じの繰り返しながら、この木を描くことができます。ただこの下に影になる部分とかがある。影になる部分とかがある場合は、こう影を入れてあげて、ちょっと濃いですね。まあ、この辺はちょっとまた、馴染ませていってあげて、こんな感じでイラストを一個一個描いて作り上げることができます。油彩もですね、上からこうどんどん消して描いていけるので、非常に描きやすい画材の一つだと思いますので、まあ、その辺意識しながらですね、奥の方とかにももう一本つけてあげたりとか、奥の方は少し薄めに描いてあげるのが特徴ですね。薄く描いてあげて、こういう木もですね、少しずつ薄くして描いてあげるといい感じになりますね。ちょっと種類が違うね、木とかを描いたりとかしてみても面白いかもしれません。こんな感じですね。あとはもう奥の方にも、こうやって追加で何かを描きたい場合は、こう、シルエットを入れてあげると。あまり細かく細かく描かなくて大丈夫だと思います。雰囲気を伝えるのが一番大事だと思うので、大雑把に描いて、
で最終的にですね、最終的にレイヤーをもう一個足して、足したレイヤーにちょっと細めのブラシを使って、例えば鼻とかを描きたい場合とかは、ちょっとこういうですね、点々を入れていってあげると。群生しているのがですね、こんな感じのを入れてあげたり、鼻の下の方は少し影になっているので、影の色を軽く入れてあげて、描いてあげたりですね。こんな感じでいろんなカラーを入れていってあげると、どんどんですね、いろんな面白いものを描けるかと思いますので、ぜひですね、いろいろ描いていってもらいたいなと思います。まあ、あとはもういろんなね、自分なりのちょっと飾りをこう入れてみたりとか、しても面白いかもしれないですね。でハイライトをあとは足してあげたりとか、いう感じでいろいろですね、試してみながら、ちょっと面白いイラストを描いていただければと思います。こんな感じですね。あとは、ハイライトをやはり足していってあげると、いい感じに仕上がっていきます。なので、絵の具の色を乗せる感じですかね。どっちかっていうと、細かいものを描くというよりは、でも最終的にはもうここからですね、細かい部分を描いていくと、よりいい感じに仕上がっていきますので、あとは影とかですね。細かく描こうと思ったらいくらでも線を細かく描いていくとね、描けますので、最後に、この細かく描くのはもう最後にも持ってきて、最初はもうシルエットでいい感じで描いていってあげるといい感じに仕上がるかと思います。で、これを繰り返していくとですね、最初に見せたようなこういうようなイラスト。まあ、これはもうさっきのよりいっぱいいろんなオブジェクトがあるだけなので、描き方は全部一緒です。で、この木を描いたり、で、木のこのハイライトとかはちょっと密度が変わったり、あとは雲の描き方もですね、奥の方にさらにレイヤーを足して、雲を描いたり、この山を描いたりですね。で、湖を描いたりとか、こんな感じでオブジェクトが増えていくと、それだけ密度の高い絵になりますので、今これは少しね、オブジェクトが少ないので、これにいろいろ足していくだけで、いっぱいこう自分の見せたいようなイラストを描けるかと思いますので、ぜひですね、いろんなものを描き込んでみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回はライブブラシの油彩を使ってのイラストの描き方でした。かなり感覚的な部分が多かったので、ちょっと難しい部分もあるかと思いますが、タッチをですね、こう大雑把なタッチで、なんとなくの形を最初に取るっていうのを大事にしてもらえばいいかなと思います。そして最終的にこう細部の仕上げをしていくというところをうまくやっていくとですね、いい感じの作品になると思いますので、ぜひね、試してみてください。この混ざり合いですね、このキャンパス上での色と色の混ざり合いが非常に面白いブラシとなっていますので、ぜひですね、使ってみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が良かったり面白かったりという方はぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。またサイトの方もですね、ありますのでぜひそちらもご覧ください。まあ、かなり Adobe Fresco 面白いソフトとなっていますので、まあ、前回、まあ、前々回のも合わせてぜひですね、見ていただければと思います。もうこういうタッチだったり、なんかいろんなブラシがあったりですね、もう今後もアップデートが続いていって非常に面白いアプリになっていくと思いますので、ぜひ背景、風景ですね、こういう、まあ、イラストタッチすぐ描けますので、外に出てね、こうやって描くのもかなりいいのかなと思いますので、ね、いろいろ試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さよなら。